どうも肉まんです。今回コストコで買ってきた商品のご紹介をしていきたいと思います。ここ最近米不足がありましたが、今週行ったら以前のようにいろいろな種類、そして数もしっかりと積まれてました。ただお値段は10キロ6000円ぐらいと、やっぱり倍近くまだ値上がりしてます。お高くびっくりしてます。まずは気になった商品からご紹介します。システマクリップイットプラスチック保存容器、お値段が3988円でした。全部で14個入ってるみたいです。いろいろなサイズが入ってるので、一式いっぺんに揃えたいという方には良さそうです。あとはティファールマルチポット16センチ、お値段が2298円でした。店頭に見本が出てたんですが、それはオレンジ色ですごく可愛いなと思ったんですが、箱を見てみるとブラックスパークルと書かれてるので、色合いは黒みたいです。オレンジ色はもしかしたら売れちゃったのかも。あとは竹製ティッシュボックスカバー小物入れ付き、お値段が1988円でした。こちらも見本で出てたんですが、すごくしっかりとした作り、ティッシュボックス、さらに小物が入るのですっきりまとめられそうです。木製ベースってやっぱり落ち着きますよね。あとお酒コーナーでは2025年樽酒純米大吟醸 1.8リットル、お値段が3999円、搾りたてそのまま 1800ml、 お値段が1078円でした。中でも搾りたてそのまま低温貯蔵の方は結構売れ行きは良さそうでした。飲み頃に出荷されてるみたいですね。あとはドイツビールオクトーパーフェクト 500ml 12缶入り、お値段が4698円でした。毎年こういう商品販売されてますが、結構人気商品ですよね。今回は 500ml 12本が横に並べてあるような、そんなパッケージで販売されてます。ビールの柄もいろいろあって、本場のドイツビールが味わえそうです。これはビール好きさんにプレゼントにも良さそうです。あとはチーズコーナーではレッドレスターチーズ 400g 入り、お値段が1048円、カークランドブリーチーズダブルクリーム 600g 入り、お値段が2778円でした。レッドレスターチーズはちょっと赤みがかったチーズなんですが、原材料見てみると生乳、食塩、アナトー色素、すごくシンプルな原材料だったので癖はなく美味しくいただけそうです。そしてカークランドのブリーチーズもとっても美味しそうです。ダブルクリームっていうだけあってちょっとお値段張りますかね。私はブリーチーズというと一口タイプのブリーチーズが好みです。あとはペッパーソルトシェルシュリンプ、お値段は 100g あたり281円でした。ソフトシェルということで殻が柔らかいので、焼いてそのまま殻ごと食べられるというエビです。以前購入したんですが、とっても美味しく久しぶりに見かけました。味もしっかりついてるのでお酒のおつまみにおすすめです。あとはイカのジェノベーゼニョッキ、100g あたり160円でした。今回は購入しなかったんですが、ニョッキシリーズ美味しいものが多く、これも気になります。イカが上にトッピングされてますが、原材料は結構シンプルそうです。松の実も入ってるみたいなので、ナッツのような食感も楽しめそうです。あとはホノルルクッキーホリデーボックス30枚入り、お値段が4980円でした。ホノルルクッキーのボックスバージョン、やっぱりお高いですね。そして以前より1000円近く値上がりしてそうです。中にはチョコディップ、グアバ、バターマカダミア、この3種類が入ってるみたいです。ホノルルクッキーで一番グアバの味が好きなので、これも食べてみたいんですが、ちょっとお高く手が出なかったです。どの味も美味しそうです。そしてボックスになってるのでギフトにも良さそう。あとはアディダスメンズランニングシューズ、お値段が3980円でした。色合いが私好みでメンズシューズなんですが、すごくいいなと思いました。今回は試さなかったんですが、一番小さいサイズが25センチ、
足に合えば購入したいなと思ってます。あとは冬のシーズンのものがちらほら入荷されてきてました。タイツ5足組お値段が1498円、あったかインナー2枚組お値段が2298円、レディースクルーソックス3足組お値段が1098円でした。これから一気に寒くなってくると思うので割引の時には狙いたいなと思ってます。あとはコットンラボオーガニックコットンパフ L サイズ480枚入りお値段が1498円でした。オーガニックコットン、農薬だったり化学肥料を一切使用してない農地で作られてるみたいですね。肌にはすごく良さそうです。あとはチュッパチャップスザ・ベスト・オブ・フレーバー45本入りお値段が1498円でした。中にはこの7種類が入ってるみたいです。期間限定のラズベリー入り、お子様がいるご家庭には良さそうです。あとはメントス、グレープ、ラムネ12個入りお値段が1068円でした。メントス好きさんは箱買いありかもしれないです。グレープ、ラムネの2種類が販売されてました。1個あたり89円なら結構お安そうな気がします。あとはミックスフルーツチップス 200g 入りお値段が1268円でした。この商品すごく気になりました。中にはパインアップル、バナナ、マンゴー、ジャックフルーツ、この4種類が入ってるみたいです。ジャックフルーツどんな味なんですかね。私は食べたことないフルーツだと思います。あとはマイプロテイン、プロテインドリンク、ミルクティー風味 200ml 24本入りお値段が2880円でした。1本あたりのタンパク質の量は 15g でした。タンパク質 15g というとザバスのミルクプロテインシリーズとも一緒でお値段も一緒ぐらいなので好きな味選ぶといいかなと思います。プロテイン飲料も結構種類が増えてきたので飽きずに飲めそうですね。そしてフードコートではプルコギベイクがジャンボプルコギベイクに変わってました。お値段880円、お肉は 30% 増量されてるみたいです。普段のプルコギベイクでも結構量があり一人で食べるには半分でちょっとギブなんですが、それよりも多いとなるとちょっと買うのを躊躇してしまいます。今までのプルコギベイクが物足りなかった人にはいいかもしれないです。そしてフードコートで新商品巨峰スムージーが販売されてました。お値段は300円、飲んでみると砂糖不使用なのに甘さがしっかりあり巨峰の甘酸っぱさもあるので後味は割とさっぱり飲めます。濃厚な巨峰の味を楽しめ万人受けしそうな味でした。癖になる美味しさで美味しかったです。今回買ってきた合計点数23点、合計金額 22,736円でした。それでは早速紹介していきましょう。まずはじめにチキンケサディーヤ 100g あたり232円、 555g 入ってて1288円でした。久しぶりにチキンケサディーヤが食べたいなと思い購入してきました。フライパンで焼くだけでとっても美味しい軽食が作れます。中にはソース2種類入ってるんですが、サルサソースはもちろんのこと、アボカドディップソースの方がすごく好みでとっても美味しいんですよね。このお値段でしっかりとしたソースが2種類入ってるっていうのはすごくお安いです。トルティーヤ系の商品って美味しいですよね。今回買ってきたリピート商品はこんな感じです。いろいろな商品買ってきました。レッドオニオンだったりジャガイモ、通常価格より特別価格として販売されてたので購入してきました。そしてミニオリーバー50個になったバージョン初めて購入します。こちらの商品は家族に頼まれギフト用で使うみたいです。1個あたりのお値段は割高になりましたが、使いやすいサイズ感、ギフトにもいいような箱タイプになったので個人的にはすごく気に入ってます。あとは調整豆乳も購入してきました。ここ最近アーモンド効果の3種のナッツにハマってるんですが、コストコではアーモンド効果の取り扱いはないので
アーモンド効果も取り扱いしてほしい。あとは今回もち麦購入してきました。私購入するの初めてなんですが、食物繊維がたっぷり取れて体にいいみたいなので、お米に入れて炊きたいなと思ってます。前からすごく人気商品ですよね。続いて絶対うまいたこ焼き粉、銀だこ 200g5 袋入り、お値段が1148円でした。1袋あたり230円です。たこ焼きといえば私は銀だこです。銀だこを食べて育ったので、皮はパリッと中はトロッと美味しいんですよね。ただたこ焼きっていろいろな種類があり、大阪で食べたたこ焼きもすごく美味しく、たこ焼きに外れはないなと思ってます。続いてイルドフランスシェルウィンブルーベリー風味 20g 20個入り、お値段が1128円でした。1個あたり56円です。シェルウィンシリーズ新しい新フレーバーが登場してました。今回はブルーベリー、以前まではストロベリーだったんですが、ストロベリーもとっても美味しく、今回も期待大です。ブルーベリーも好きな味なので食べるの楽しみ。続いてミックス&マッチマフィン、コーヒー&ウォルナッツマフィン12個、お値段が1298円でした。今回マフィンシリーズから新しい味としてコーヒーの味が登場してました。コーヒー以外にもいろいろな種類ありましたが、コーヒーはすごく美味しそうなので2つともコーヒーにしてきました。コーヒーとナッツ絶対美味しいと思います。続いてスウェーデン産ダブルチョコオーツクッキー 450g 入り、お値段が1288円でした。スウェーデン産のお菓子ってすごく珍しい気がします。オーツ系の商品、個人的には味がすごく好みなので、今回即カートインしてきました。クッキーもちょっと変わった見た目で、これまた美味しそうです。今回はこんな感じで買ってきたものは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。今週も気になる商品いろいろありました。コーヒーのマフィン早く食べてみたいです。コーヒーの味、しっかりとした味が残っててくれたら嬉しいです。ぜひ気になる商品あったら挑戦してみてください。また次の動画もお楽しみに。